船長さん、服乾きました。ありがとうございました。ゴーゴーカレー。それはよかった。体は温まったかい？はい、温まりました。はい、とても熱くエクサイティングでした。先ほどのユキの姿を思い出し、頬をあからめる。あらぬ疑い、あらぬ勘違いをさせよう。少しヒーターが熱すぎたかな。でもやっぱり若い人は元気だね。私も年の割には体力に自信がある方だが、君たちのようにはいかないね。そりゃおい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 ならもう定年退職している年ですよ。おい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 。でも人手がないとかでどうしてもと引き止められてしまいました。あー、今時あるよな。この仕事が好きですし、もう少し部下の成長も見たかったから、それならと半年だけ仕事を続けているんですよ。うん、おかげで妻には怒られました。定年後の旅行が延期になってしまいましたから。いい奥さんじゃない。楽しみに待ってたんだな。これが私の最後の後悔なんです。今度こそ引退です。うん、そうだ、君にこれをあげよう。仕事を辞める私にはもう必要ないものだからね。予備の帽子。はあ。え、服は？服ないの？ありがとうございます。いや、普通に勘違いされたけどな。俺たちがあの部屋で何したかって。君たちは若いからね、わしはもう年だよって。違うんだよ、そうじゃねえんだよ、クソエロジジイが。船長さん、すごく嬉しそうだったね。きっと楽しみなことができたんだね。あ、いや、着替えはいいです。もう今のあなたが一番美しい。これは、ああ、あっちでいいのか。みんな集まってるし。消えたってどういうこと？すみません、ちょっと目を離した隙に。博士、影の動きがつかめなくなったのであれば、これ以上の観測は危険です。急ぎこの海域から離れます。まあそうだな。わかりました。副船長がいないな。え、今の時間は巡回。ちょいちょいちょい、やめてくれよマジで。副船長さんですよね、僕が探してきますと役に立とうとする。副船長さんを見かけたら船長さんのところに行くようにと伝えておきます。まあ伝えておこう。副船長さんを見かけたら船長さんのところに行くように伝えておきます。そうですか、ありがとう。それではお願いします。私は先に操舵室に上がっています。副船長は今は船尾の方で巡回をしているはずです。あ、なるほど、副船長探さないといけないんだな。おい、何やっとんやお前。この海域を離れるなんて悔しいわ。あの影はどこへ行ったんだ。すげえ、なんかもやかかってない？あれ？いや、でもこれさ、右下の UI とかもやかかってないじゃん。あ、どういうことだこれ。めちゃくちゃもやかかってるけど、状態異常とかそういうのではないよな。わかんねえな、めちゃくちゃもやかかってんじゃん。これも普通に霧がかかってるっていうこと？やば。とりあえず、おお、治った。どうしました？船長さんが呼んでいます。船を出すそうです。操舵室で待っているって。何かあったな。分かったよ、知らせてくれてありがとう。いや、575、分かったよ、知らせてくれてありがとう。おお、夏日先生に採点してもらうか。え、ガッズイラ、ガッズイラ。深沢博士を。いや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 、ガッズイラ、ガッズイラ。絶対アイテムあるって、ここ。俺は見逃さんからだ、こういうとこ。ほら、なになになにこれ、なにこれ。あ、違うわ。全然関係ないわ、これ。え、アイテムない？あ、あ、ガッズイラじゃん。消えた影。回転と止まっていた影が消えたらしい。
船尾にいる副船長の小田さんに伝えに行くが、夜の海に波音、そして影、ガッツイラですね。今ゴジラやのさ、今やってるゴジラマイナスワンか、あれ見に行きたいんだけど、近所に映画館がないから見に行けてないんですよね。シンゴジラ見たんだけどね。大して今できることもないのかこれ。いた、急げ急げ急げ。おお、一人落ちた。マジで。いやいや、重すぎるって。うわー、夜の海、波音、そして影。いや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 。気鋭の研究者、海に帰遊。ああ、もう亡くなられたんですか、これ。彼女が3年前に発表した論文、海底に、推測する巨大生物の脈拍数と寿命の関係は、海洋生物学で最も権威にあたるポセイドン・ネプチューン誌で、ベスト論文に選ばれている。じゃあもうそんななんか赤子扱いされなくていいじゃんね。その死を惜しむ声が寄せられていると。会場で着替えを楽しむ若者たち、恥ずかしい。芝桜で着替えをしている若者の写真が海底から引き上げられたスマートフォンに収められていることが分かった。この写真から事故が起きる直前まで船上はとても穏やかだったと伺える。そうですけど、春はスカジャンを着よう。なんだよそれ。世界から争い、紛争をなくす。リサさんか。世界では今なお人々が憎しみによる戦いを続けている地域があります。それぞれの利益、それぞれの正義が対立し、強固の瞬間も紛争や戦争、戦闘が続いています。多くの人が平和な世を望んでいるのに、なぜ争いや紛争はなくならないのでしょうか。私は世界の紛争地域で、多くの子供たちが明日が来ることを前提とできない生活をしている様子を見てきました。一方、私自身は紛争や戦闘をなくすために一体何をやってきたのかを自問しています。この演説では今後私たちにもできる世界への平和への活動について書くつもりです。ジャーナリスト柏木理沙。まあまあまあ、ある問題だよな。やっぱ戦争っていうものにね。おうおうおお、いきなりアップされたけど。違う、いいよ、今のスクショは。これは戻ろう。スカジャンを身につけてね。スカジャンはコインコーナーで買えますよと。スカジャンジャーナリスト文、スカジャンジャーナリスト。菅はジャン太郎。菅か、菅ジャン太郎。おもろいな、こいつ。戦争は、俺も割とさ、広島の人だから。小さい頃から考えてたりはしたんだけど、まあまあまあ、いろんな人がいろんな考え方する結果起きえてることだからねーっていうのはあるんだけど、救命ボート万全のはずが生存者なし。乗員100名以上が行方不明となった今回の事故では、救命ボートや救命胴衣に不備があったのではないかという声もある。しかしながら救命ボートや救命胴衣の定期検査では不備は見つからなかった。あ、そうだ、交換しようぜ。なんかあんのかな、新しいの。スカジャンブラックジーンズショートヘア。今回はパスだな。船長の妻涙。ああそうか、うわこれこれだって、半年伸びたけど、それがなかったらってことだよな。船長の妻は船長の死を受け、
夫はもう定年だったんです。本当なら定年後旅行に行くはずだったのに、人手が足りないからともう半年働くことになったんです。今回が最後の勤めだから今度こそ旅行に行こうと、そう言ってたんです。なのにまさかこんなことになるなんてと涙をこぼしながら語っていた。早く平和の日々が訪れることを祈るばかりだ。うわ、思った。これいや、将来の夢果たせず船長となり世界。副船長の太田さんは将来片桐船長のようにな船長になって世界の海に繰り出したいと語っていた、語っていたが、その夢は果たせぬまま海に消えてしまった。妹さんは早くに両親を亡くし、預けられて、妹、はるみさんは、私たち兄弟は早くに両親を亡くし、親戚の家に預けられて育ちました。兄は中学の頃からアルバイトしながらも、柔道部の練習も勉強もいつも全力で頑張っていました。昨年生まれた私の息子をとても可愛がってくれました。どんな辛い状況でも、いつも粘り強く容疑だった兄がいなくなったのは今でも信じられません。とかだった。表、これマジ一番表んじゃねえの。芝桜は210メートル、38メートルで、最速12ノット150人乗れますよと。いや表、資産の値段も上がってないっすねこれ。くそ、まあ、いやじゃあとりあえず一旦セーブして終わろうと思います。いや重たかったなこれ。ありがとうございました。救命ボートに乗り込み、ひたすら岸を探してさまよった。そしてようやく、湾岸地帯の明かりを見つけた。助かった。力を振り絞りボートを接岸させたと。はあ、まあちょっと重かったけどね。なんとか陸地の光を見つけ、見知らぬ港にたどり着くことができた。あ、コインがある。嘘じゃん。ちょっと、あの人たち、なんで知ってんのここにいること。うひゃー、拳銃だーと腰を抜かす。うわ、拳銃、しっかりして。とにかくどこかに隠れましょう。そうだな。また逃げながら隠れながらってこと。俺はここにコインがあることを。あれ、危なっ、あっぶねー。コインよし。いって、避けきらんかった。こっちか、逃げよう。ちょ、音がないのが怖すぎるわ。はい、隠れました。こんなんバレるだろ。やば、頭にハンバーグ乗せてんのかい。おい、お前ら隠れても無駄だぞ。おい、清志、聞こえてるか。清志、柴田さん、こっちは任せてください。武藤、清志、奴を見つけたらすぐに始末しろ。しくじるなよ。わかりました。なるほど、あの取引現場を見られたんだ。始末しねえと俺たちの命が危ねえっすかね。いや、もう何も言わないって。口を閉じて、誰がどこで聞いているかわからない。すまねえ柴田さん。お前は倉庫の中を探せ。俺は外で見張ってる。わかりました。普通に警察呼べばどうにかなるよな。こいつら今拳銃持ってんだから。奴ら見つかったらおしまいだ。向こう側の出口にはもう一人仲間がいるようだ。倉庫の入り口から出ても見つかってしまう。なんとか見つからないようにいけないかな。全部一緒だろこれ。見つかったらおしまいだ。奴らに見つかったら終わりだ。壁に隠れながら、なんとか向こうの出口。なるほど、見つからないように向こうまで行けと。ステルスだな。よし、やってやるよ。まずコイン。よし。マップ見てもらったら分かるけど、このだから黄色い範囲内にいなかったらいいってことだよな、俺らが。急げ、振り返るぞこいつ。よし。まあ、大丈夫だろう。こっち進んでいって、裏行こうか。ん？グリフォンはまだ見つからないのか。あ、ショットン。この港のどこかにいるはずだ。ここで取り逃すと厄介なことになるぞ。まだ見つかった連絡はない。黒くて特徴的なレーバーだ。ほう。見ればすぐわかるはずなんだが、
グリフォンね。黒いレイバーがグリフォンだと。で、多分こいつのこの部下の動きが結構単調なんだよ。これ普通にこう後ろつけてったら大丈夫な感じ多分。よし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 、これで出口に行くと。あ、白レイバー大丈夫？あら、離せれない。シャッターが降りて助かりましたね。これでもう追ってこれないんじゃないかな。危な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 、お前ら。そっちは行き止まりよ。あ、こっちか。うお、なに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 。あ、黒いレイバーだ。これはグリフォン。うわぁ、かっこいい。お、人がいる。話聞こうか。その前に警察のレイバーも来てるし、ニュースになったら俺も映るかもしれないから、ニュース番組録画しといてくれよな。なんだこいつたまにいる浮かれた人かな。さっき黒いレイバーが空飛んでったぞ。隠れてたみたいだけど、俺たち大丈夫かな。どういうこと？ここの倉庫使ってるやつらは怪しいって前から言ってたじゃないか。はあ。急に深夜勤務させられてろくに眠れてないんだ。デートも取りやめるしかなかったし。ああ、え、フォークリフトの鍵を持ってないのでエンジンをかけることができない。絶対乗るじゃん。じゃあ今後このフォークリフト。なるほど。いや、でも今進める場所特にないな。え？フォークリフトの鍵を入手してどっか行く感じなんだろうけど、いや、ないな。もう一回話しかけたら変わるかな。こいつが怪しい。フォークリフトの鍵について聞いてみようか。うん、フォークリフトの鍵さあね、担当のやつはもう帰ったし。そうそう、あいつは乗り物マニアなんだ。今日なんか途中でサボって船の掃除を勉強してたよ。さあもう放っておいてくれ、疲れてるんだ。なるほど。つまりこいつのことかな。あれは一体、録画しといてくれ。あ、違うわ。ん？でも船がヒントなんだよな。こん中入れる？あ、入れるわ。操舵室だ。そういえばフォークリフト担当がここに来てたと言ってたな。なんだよこれ。一見して何もないようだが、右側のモニターあたり、甘い匂いのするケーキ類あたり、ちょっと匂う足元を見てみる。ケーキ類、甘い匂いがする。ジュースでもこぼしたのがベタベタする。まだ開けられてないものがあるようだ。缶ジュース。じゃあ匂う足元、タバコの吸い殻が無造作に落ちている。あ、なんだ。じゃあ一見して何もないようだが、右側のモニターあたり、やはり何もない。なんだよそれ。あ、あったわ。よし、じゃあこのフォークリフト使って操作する感じでいいのかな。おら、行くぜ。ブン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 。あ、すげえ、ちゃんと人引けるじゃんこれ。危な。ちょっと待てよ。こうして、よし、ちょ、臨場感出すためにな、これでいこうか。いや、やりにく。多分これ持ち上げるんだよな。こっちの方が十分やりやすいわ。これでコンテナを置いていきましょう。あー、結構置いてくんかい。意地でも持っていきたいけど仕方なく置いていこう。え、これどういう操作？持ち上げるとかは。あー、なるほど、これで上げてこれで下げるんだな。はい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 。まあそれが大事なとこかな。他はまあ適当でいいでしょう。ちょ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 、難しい難しい。小回りが効きすぎてる、あまりにも。よし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 、いいぞ。あー、これこん中入るんじゃねえので、こん中でしかできないことがありそうなんだけど。あ、これは一旦降りたいんだけど、どうやって降りたらいいんだこれ。降りるはないのこれフォークリフトから降りるのは方向下キーか。リセットされます。フォークリフトから降りるとフォークリフトとコンテナの位置がリセットされます。え、どういうこと？とりあえずはい。あのコイン取りたいもんな。お、なんか新しいとこ来たって感じ。唐揚げ大臣サンマージ
ホワイトボードに何か書いてある。最近作業員から悪臭がするとのクレームが増えています。作業着をロッカーに入れっぱなしで洗わないことが原因とされています。各自こまめに作業着を洗濯するように徹底してください。作業着見つけた。汚れてる上になんだか汗臭い。そっと元に戻しておいた。あーなんだ、入手はできないのね。まあ大して今できることもないのかな。とりあえずあの赤色のコインだけ取りたい。はい、はしごを登ります。はしごの漢字ってめちゃくちゃ難しいよな。だからみんなひらがなで書くんだろうけど。よし、でこっちにもあったんだけど、あれこれどうやって飛んだ。あ、ここから上がれるね。いや、こういうこまめにコイン集めてんのが後々響いてくるわけよ。うん、もう一個上にもあるこんなボーナスステージあっていいの？こんなコインだらけのボーナスステージ。いや、コナン君のタイトルみたいに言っちゃったけど、コインだらけの宝物庫って書いてコインだらけのボーナスステージな。うぅ、よし、いいね、気分がいいわ。さあ、じゃあまあ一旦ここら辺の探索は終わったし、あ、上上がってないわ。この上に何かあるんじゃなかろうか。はあ、はあはあはあははあ、多分ここを通らないといけないな。通路が途切れている。なんとか渡る方法を探さなければ。多分フォークリフト使って荷物持ち上げるんだろうな。よし、やろう。うまいこと、これで。よし、これでうまいこと乗せたらいけるんじゃなかろうか。いった？よーし、これで上を通れるわね。いいね。早い、ゆきちゃん早い。ゆきちゃん、あんた運動部？運動部の走り方してるよ。早い。危なー。え、何事？あ、戦ってるわ。ちょっと見るか。これがワイバーンだっけ？あ、グリフォンか。グリフォンと他のレイバーが戦ってるな。まずいっすね。さっきの黒いレイバーが外にいましたね。巻き込まれないといいんだけど。だな。お、電話だ。あ、リサさんからだ。出ろ。もしもし。あ、無事だったのね。あなたのいるところからレイバーが戦っているのが見える。え、なんでここおるの知っとん。はい、見えます。今その先にある大きなクレーンの。はい。脱出の用意はできてるわ。レイバー同士の戦闘の中を抜けることになるけど、頑張ってここまで来て。ありがとうございます。必ず大きなクレーンのとこまで行きます。たどり着いたら三角をしてください。丸だった。はい、わかりました。たどり着いたら丸をしてください。丸々？丸々って何？よくわからないけど、わかったわ。とにかく早く来て。いや、ピー音がどこからともなく流れるんかと思ったらそんなことなかった。行きますか。これレイバー乗るとかない？え、23秒って何、やばい。なるほど。この倉庫があと18秒で爆発するそうです。早く！危ねえ。これでセーフ。おお、焦る。急ごう。こっち。うわー、やばい。え、ナチュラルに死んでしまった。不審な男が爆弾を仕掛けていった。ものすごい音を立て倉庫が爆発炎上した。うん。いや、普通に何があって死んだん？死因は今の。今の俺の死因は何だ？こっちだな。入り乱れ激しく争う影。ちょ、避けよう。はい、こいつに潰されたんだな、俺今。え、だとしても、じゃあこっちに進めばいいのかな。
コインがある。ちょ、コイン取りたい。あ、でももう無理っぽいな、これ。諦めよう、このコインは。このレイバーまだ動かせそうだな。マジで？ちょっと待ってね、今ユキさんの天性にかけて彼女に操縦してもらおう。経験があるらしいユキさんに操縦を任せよう。勝手に操縦するのはやめよう。バイトの経験を生かして自ら登場しよう。バイトの経験を生かして自ら登場するぜ。種類は違うけど工事現場のバイトで少し操縦させてもらったこともある。なんとかなるさ。よし、これに乗って出発しよう。あ、突破しよう。いける？ロンリーネス、お前いけるね。ちょっと待って、ここ見ないとわからん。これでダッシュで、四角ボタンが右パンチ。なるほど、他はまあ特にないな。よし、いけるいけるいける。ああ、いたいたいた。どうしたどうしたどうした。あれ